33年前にあのストレンジャー立ち上げて、それからずっとあの代が変わりながらもあの彼がずっと好きでいらっしゃって、はい、カプリルとか今の10代目のストレンジャーの10代目のリーダーのチャーリーさんです。チャーリーです、よろしくお願いします。はい、で、あのハローさんです、大先輩です。あのさっきも話したように30年間踊り続けてて、この間還暦になりました。で、私たちよりも全然体力があって踊れるロックンローラーです。タツですそれで最後に私がストレンジャーの今のサブリーダーをやらせていただきます、ミキです。よろしくお願いします。なんか私たちはその外人の方からあのロカビリースタイルとかジャパニーズエルビスって言われてるんですけども、私たちは本当はロック、ね、日本で言うとロックンローラーって言われるんですよ。で、あのそういうロックンローラーっていうのは日本のその独特のスタイルで、フィフティーズ50年代だったりロカビリーだったりとかのにプラス突っ張り、日本の突っ張りって不良って分かりますか。あ、はいはいはい、その文化が混ざってロックンローラーって言われる、ロックンローラー族って言われてね。それで何あの80年代に歩行者天国で、ちょうどその時ロックンローラーがブームでロックンローラーたちが踊り始めたっていう、そこから来てます、ストレンジャーは。なんか日本のカルチャーとして何々族って言ってありますね。暴走族、はい、タケノコ族、はい、で我々はロックンローラー族、ローラー族。でも海外の人からはロカビリーの人たち、ジャパニーズエルビスって言われてます。ポリシーか、精神的な、精神的なもの、あ、自分の生き方、自分の生き方ですね。そうライフスタイルですよね。そうライフスタイル、うん、モラル、そう、そう、心の、うん、あ、でもなんか一つのことをやり続けるっていうのはすごく原宿の代々木公園のロックンローラーの先輩方に教えてもらいましたね。やっぱり一つのことを追いも追い求めるとかやり遂げるとかっていうのを、なかなか今の若い子ってそういう子あんまりいないじゃないですか。いろんなとこ行ったりとかじゃなくって、やっぱりその日曜日に絶対原宿に来て代々木公園に来て踊るっていうのを何十年も続けてらっしゃる先輩方にそういう精神的なものを教えてもらったし、なんだろう、やっぱかっこいいとかかわいいとかっていうのはあの見てくれじゃないなって皆さんに教えてもらいました。あの内面的なものだなって思います。若いメンバーって何歳ですか。若い、タツじゃねえ、すごい NG だな、タツじゃな、今レギュラーで若いのいいよ、俺だからな。そう、まあいたんですけど、もう高校生とかもいたんですよ。でももうやっぱりあの大きくなっちゃって、高校卒業したりとかして、でもう大学生とかになっちゃって、もう忙しくなっちゃって来れなくなったりとかっていうのがね、まあ、だからコロナがちょっと活動もなくなったので、はい、まあいろいろこう上上げてもらえるので、若い人たちもあの地方の、まあ、関東の子たちもちょっとすごい若い子、まあ、今度来た時また紹介しますけど、もう親子と住んでる人たちがちょっと声で歌いに来たり、先輩、昔も一番最初10代の頃踊った人たちが、はい、もうやっとこうちょっと自由になって、もうちょっと死ぬんだけどもう一回やりたいなみたいな、いきなり60歳過ぎた人があの踊らせてくれってもあるじゃん。やっぱ昔踊ったからみんなやっぱり踊りもね、あれだから最初はちょっと嫌だった、ね、嫌だったんですか、言っちゃったなんかそういう俺らが作って元祖みたいな人たちが来ると、はい、なんかちょっとこうお前らはみたいな、そうですよね、じゃないかなと思ったんですけど、意外とみんな仲良く、あ、仲良くやってますね、やってきてんで、はい、初めてなんかそういった
外国の方からのそうやって見たいっていうどこにあるんだっていう時はどういう印象でしたか。知らねえところでなんか有名になってきた。知らねえところで YouTube とかね、いろいろやっぱり見てくれてるね。そうですね。人力車の、あ、はい、人力車さん、人力車なんか青山の方からお二人乗せて横山に来たんです。それが10時ぐらいだね、午前中10時ぐらい。そしたらなんでジャパネゼールズいねえんだ、やってねえんだっつって、人力車の上で怒られたらしいんですよ。私の知り合いが行けって言われたから来ました。でその人力車の方に、はいはい、一体何時からいつやってますかっていう、だ正確なあの時間っていうのは日曜日の午後です。はい、午前中はいません。これを午前中からやってると思って、朝からやってると思って来られる方がいるんですよ。はい、で、あの公園の売店 の、 そうそうそう、あの方も、あの電話が来る、電話が来るって言ってました。いついるんだ、どこにいるんだって、いや、ここにいるけどまだ来てないよって説明するんだけど、はい、あのどう間違っていろんなところに伝わってるのか分かんないけど、朝からはやってないです。午後1時半から、はい、で雨の日は、今日みたいな雨の日はやってないです、はい、で、雨がなければやってます。日盛りでもそれはやってないです。その辺を、正確にお願いします。いろんなあの方々に迷惑かかってるようです。ウィキペディア編集してもらえばいい。日曜日の午後1時過ぎたらいますね。ウィキペディアそうそうそう、であのずっと休みなく踊ってるわけじゃなくて、さすがにやっぱり、はい、あの休憩を取りますので、はいはい、20分とか踊ったらちょっと休憩取って、それにまた始めてたりはしますね。もうずっとずっとやってないので、はい、そこら辺はもちろん、はい、そうですね、まだやらない、まだやらない、そうですね、やらない、まあ、でも見に来た人はまだやらないか、たまにっていうかしょっちゅうだよね。うん、今からいつやるのかなとかって聞かれるとかは多いです、そうです、早くやれよぐらい早くいろいろ彼らもスケジュール、スケジュールあと何分しかいられないんだけど、何分しかいられないんだけどやってくんねえかみたいな、うん、あった、そういう時はね、あったやる、すぐやるから優しく対応されます。でも本当にダメな時はもう、もう悪いけどあと20分待ってくれとか、そういうことはあります。なんか観光客の人たちで一緒に踊りたいってジョインしたい時はそんな感じでジョインさせますか。その危ないからね、うん、危ないんですよ、うん、パッて来てでもすぐ隣にいて、とにかく動きが激しいので、うん、あの足がポーンっていったりとか手が回ったりとか、そういうもう長年やってるからデータ分かるんですよ。もうあ、そう、距離感が分かりますよね、一緒にやってるから、うん、あの我々接触することはないですよ、うん、全員それぞれ、あの、いや、危ないな。いやでもね、立つね、距離感すごいちゃんと分かってる、うん、でもそういうパンって来た方にはそれが分からないので、やっぱりちょっと事故につながるのがちょっと、それもあってちょっと隣の方はダメ、すいません、リーダー真面目だな、理解してくれればいいんだけど、なんだよっていう人も長いね、だけどやっぱりあの怪我をさせちゃいけないっていうのもあるので、そうですね、安全だし、やっぱり一番そこはできないです。だから怪我をさせちゃいけないので、悪いんだけどちょっと来いっていうのは、うん、我々は仲間で勝手に踊ってるだけだから邪魔すんじゃねえよっつって排除しますですよね、基本はそうだよな。あ、でも優しもうちょっと優しく言うけどね、ちょっとごめんねって。でもほら言い方がよ、コンプライアンスがめんどくせえからそれこれはあのあくまでもじゃあこいつら茶化してんなと思うやつにはすぐ行く。
な飲食店としては当時やっぱみんなポマードをつけるんですね、この髪型作るのに。嫌だったよ、匂いでね。匂いですね。あなたが喫茶店に入りました、臭いポマードつけて、柄悪いグラサンかけて、首からヌンチャクつけてる人がいる店行って、あ、満員ですねって言われるよ。女子はね、強烈なポマード、強烈ですね。光るんだよ、髪につけた。あ、でも私のポマードも結構匂い強めですよ。大丈夫そう、大丈夫そう。いや、みんながじゃあこのポマードをつけようって決めたら、まあ、あれですよ。みんな個人個人いろんな俺はこれがいいか、まあ、いろいろあるので、はい、そういう感じです。髪によって匂いが違うし、それが混ざり合うともっと臭くなる。当時の、夕方の、はい、まあ、歩行者天国なんで、夕方の山手線でみんな帰る。あ、そうです。女の人の香水と男のポマードが混ざり合った匂いで、山手線の中が臭いんですよ。充満してる。だから向こう渋谷の方から乗ってきた人は原宿でって言うって、新宿でハッて降りて、そういうぐらいみんなポマードをビーンってつけて。来ると香水をつけて、ね、電車に乗るとあの周りの人が引くの分かったもんね。さあ、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 テカテカにしてた。モーゼの10階のように、待ってみて、入っていくと、ね、うんってこういう人もバレる。あ、さあ、来たよ。昔の本当ね、今もいろんなポマードがある。昔はもうその動物性とか、あの石鹸とかで洗わないと、もう回れも俺らはもうみんなね、今の色でしてたら今はいろいろもう水で流せば、あ、そうです、いろいろあります。そう、まあ要は昔の油性ですね、油、油ですね。でも本当にだから日曜日しかポマードはつけられないです。普段普通の頭です。そうです、髪を下ろしてます。だから国民の人がこう伸ばすようなね、もう本当グリーツっていうのしかなかったら落ちない、ね、機械油。皆さんいつもこのようになんかデニオールデニ毎日着てる感じですか？が日曜日以外は違う服装になります？全然違う服装です。日曜日以外はミニスカート、普通のスカートとか。日曜日は着てますけど、はい、日曜日以外は あまり着ることはないですね。今まで好きですよ、はいはい、好きだけど、ね、好きなんで気合いが入れてる。仕事は仕事の格好だな。仕事の格好だな。でも休みで日曜日がないときは、はい、やっぱに近い、これに近い格好だな。ただこのストレンジャーは履いてないけど、あ、大体そう。あの夜遊びに行ったりとか、はい、そういうときはちゃんとまあ上下電動のときもあるし、はい、きちんとリーゼントして出かけるときもあるし、基本的には大好きなんですよ。俺は私服は普通のはないね。ほとんどもうそういうロックンローラー私服もないんで、すごいですね。私普通の格好ですよ、結構TPO に合わせます。僕はなんか私服ヒップホップですけど、めちゃめちゃヒップホップ。日曜日の制服って感じのユニフォームっていうか気合い入れる感じの、気合い入れる感じの方が頭を上げるのとかも気合い入れるためみたいな。そうですね、なんか何でもそうだと思うんだけど、こういう格好して革ジャン背負って髪の毛立てると自然とそういう顔になる。スイッチが、スイッチが入ります。ローラースイッチが入ります。自分では意識してないんだけど人に言われる。そのプライベートを見て、寝起きで二日目で起きてな、あれ自分がなくちゃってダルッと起きたのに、だんだん頭つくんで革ジャン着た時には、はい、あ、2つになってます。反応してるんです、まあ、それはミキさんが言ってたんで、目つきが変わったんです。目つきがなんかハロさんは基本的に踊る用の音源を作ってる人なんで、はい、めちゃめちゃ、まあ、ハロさんとだって作ってるんだけど、はい、そう、ほとんどそこを作ってるので、もうものすごい引き出しを持ってらっしゃるんですよ。本当半端じゃない、半端じゃないんですよ。歩くジュークボックス。おー、
一人一人役割がある。一人はあのそういう音源を作ったりとかをしてる。僕の音源の元が多分1万曲ぐらいなんですよ。多分ハローさんは10万曲ぐらい。すごい。踊る中音すみません。ありがとうございます。はい、じゃあ今本気出し長くやってるから、この曲をかけると盛り上がるだろうとか、そういうのをただ分かってるっていうか、おすすめ曲とかありますか？なんかあります。おすすめミュージシャン。あのストレッチャーで言ったらやっぱり M バンドのアキラですね。あ、まあ、アキラ。バンドの名前。M バンドっていう。M バンド。よく踊ってます。僕が初めて原宿に来た時に、はい、M バンドのアキラっていう曲をやっぱり親が聴いて絶賛に踊って、チャートも抜けました。曲のリリックもすごいし、リズムもすごいし、それで踊ってるのがすごくて、イメージはやっぱり M バンドのアキラ。曲かけるとアキラは最後の方で締めに行ったりとか、困った時のアキラみたいな。すごいですね。お子さんなんか困った時にかける曲とかありますね。あ、これはちょっとノリ悪いな。このバンドが好きだ嫌いだっていうのは関係ないけど、はい、普通にみんながやっぱ踊るのは爆笑かな。爆笑ですね。これもそう思う。私ブレインウォッシュ好きだよ。ブレインウォッシュバンドブレインウォッシュバンド。もう今はもう解散してなくなっちゃった、YouTube でネットでやりすぎてすぐます。あとマックショー。マックショー、そう、僕はマックショーのコンサートでハローさんに声かけてもらってそれ調べて、まあさっきの話で海外にオファーがあれば行くし、撮影したいっていうのはちゃんとオファーしてくれて事前に連絡くれたら、それは交渉次第で何でもできますよ、うん、この間もフランスのジョニーとかもやっぱオファーがあったからやったわけです。ああ、海外のミュージシャンのプロモーションビデオとかもちょいちょい出てますね、やっぱり、うん、ちゃんとなんかそういうオファーがして突然今日来て今日やらせてくれっていうのだと、まあ、どうしようかなってなる、うん、突然だと困りますね。気持ちの準備とメイクが。そうですね、大事です。これあのね、いろいろ守らなければいけないチームの規律もあるけど、それが守れてロックンロールが好きでツイストを踊りたいっていう人がいれば、これはあのオールオーケーです。誰でも。ね、3年ぐらい前ロシアの。そうですね。そうですね。女の子がいましたね。こんな子戻ってんだみたいなね、海外ちょっとかっこよかったんですけど、ね、またあの。でもその厳しさもきちんと分かった上でスルンジャーズにあの一歩踏み出してくれれば、そうですね。それはそ、ね、それはあの甘くはないですよね。それやっぱさ、多少の敷居はありますよね、はい、そうですね、僕もこうやってあの背中にみんなディージャンとかスルンジャーズって入れてますね、はい、けどこれをもらうのに半年ぐらいかかる。1年ぐらいやりたいからって、じゃあ来週あのこれあげるよっていうわけに、これはあのやっぱり原宿の金看板っていう自分はそう思ってる。原宿の金看板をそうそうあのね来て負けのわからないやつはいとは渡さないです。それは毎週来てもらって踊って打ち解けてあの分かるようになって、じゃあ今回はもうこれから先もできるねっていう確信が持てた時に初めてストレンジャーの看板はその時はあげる。